ホームオークの都国際芸術祭の開催後放棄される車両高島駅はかつて石川県鈴市西委員にあった能登鉄道能登線の駅、能登線の終着駅であった。能登線の廃線に伴い2005年に廃止された。JR 時代は駅員が配置されていたが、能登鉄道への転換以来無人駅となっていた。また出札窓口が残っており、 鉄道グッズが販売されていた。能登鉄道への転換後、当駅伊藤への延伸が検討されたこともあるが、実現することはなかった。単式ホーム一面一線のみを持つ地上駅。線路は当駅から先、ほんの数メートルほど伸びて終わっていた。線路の末端にあった車止めは廃止後撤去され、現在は穴水駅構内で使用されている。現在の車止めは、 奥野と国際芸術祭2017で再設置されたもの。小さなコンクリート作りの駅舎は鈴市製院町にあったが、ホームは鈴市製院町と同志高島町にまたがっていた。廃駅後の2006年8月には鈴市で開催されたボーイスカウトの全国大会第14回日本ジャンボリーにおいて列車突綱引きをして何人の力で動かせるかという、 プログラムに利用され、ホームに置かれていた機動車が、汽笛を鳴らしたりと往年の姿を思わせる復活をした。現在駅舎は NPO 法人のトレールエア21が管理しており、内部が一般公開されることがある。このほか、NT100 系機動車が駅から200メートルほど西側の築地区定上に設置された新高島駅に保存され、廃止後も試運転が行われていた。 この車両は、高島駅西側に新しい道路が建設されたことにより、線路が分断されたため、新高島駅に移設されたものである。現在は放置されている。2017年9月から10月にかけて開催された、奥野登国際芸術祭2017でアート作品の展示に使われた。ドイツのトビアス・レーベルガーは、配線の線路を使用した作品、 サムシングエルスイズポッシブル何か他にできるインドネシアのエコヌグロホは旧駅舎を使用した作品ブックマークオブドライドフラワーズをそれぞれ出展した。また2021年9月4日から10月24日まで開催予定の奥能登国際芸術祭2020でも旧高島駅がアート作品の展示会場として使用されることになっている。 ありがとうございます。